1、2、3、4。 激萌先生、そんなに体操してこれから何かすんの？男が体操をするとき、それは熱き決闘の前だと決まっている。決闘ね。で、今日は誰と決闘するつもりなんだ？俺が決闘する相手はただ一人、畑かかしだけだ。ああ、やっぱりね。 ナルト君、君はこの決闘の見届け人になってもらおう。え？世紀の対決だ。どうだ？見たいだろう？そうだろう、そうだろう。 君はなんてラッキーボーイなんだ。そうだな、俺ってばラッキー。はあ、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 はあ
先生遅すぎだってばよ。ナルト君、すまないが、カカシを呼んできてくれないか。そうだな、これ以上待つのも嫌だし。俺、ちょっと探してくるってばよ。別に理いや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 、激マヨ先生がカカシ先生のこと待ってるんだけど。ガイナ、決闘の約束忘れたの？そんなのしたっけ？カカちゃん、激マヨ先生ってばずっと待ってるってばよ。とは言ってもな。あいたたたたたた、どうしたんだってばよ。いや、前の任務で痛めた左腕が盲腸でな、ズキズキするんだ。この腕ではあいつと戦うことなどできん。すまん、ガイ。大丈夫か、カカシ先生。ナルト、俺からのお願いだ。ガイの決闘はお前が受けてやってくれ。俺が？お前も男として一人の立派な忍びと見込んでの頼みだ。やってもらえないか。立派な、しょうがねえな。ここは俺がやっといてやるってばよ。そうか、ありがとう。カカシ先生はそのまま病院に行ってくれ。決闘は俺が勝っといてやるからさ。相変わらず単純なやつだ。俺ってば立派な忍びか。カカシ先生、代役はしっかりやってやるからな。
待っていたぞ。さあ始めるってばよ。ん？どうした？喋り方がナルト君にそっくりだが。ああ、ちょっと口真似してみたり。お茶目なやつね。だが勝負は真剣勝負だ。手は一切抜かないからな。おう、かかってこい。やはりおかしい感じがするな。まあいい、始めるぞ。そうダサくはないってことだ。さすがは我がライバル。疲れた。しまった。ナルト君。これは。なんということだ。これには深いわけがあって。なんということだ。まさか我がライバルが一人増えるとは。さっきの戦い、俺の魂は震えたぞ。これはもう俺のライバルだと認めるしかない。いや、それはお断りしたいんだけど。これからはナルト君対策も考えねばな。すまんが、俺はこれで失礼すると。それではな、我がライバルその2よ。とんでもないことに巻き込まれそうだってばよ。